巨人の安倍晋之助監督45は8日、右腹直筋筋筋損傷で出場選手登録を抹消されたフォスター・グリフィン投手28の代わりに、ホッタケンシン投手22を先発起用する考えを明かした。不審で二軍落ちしたヨアンデル・メンデス投手29に続き、開幕ローテのうち二人が早々と脱落する緊急事態。 救世主として、2019年ドラフト1位右腕に白羽の矢を立てた。ホッタは22年に先発で2勝を挙げた実績がある。今季はオープン戦でリリーフとして5試合に登板し、計5イニング無失点と好結果を残して開幕1軍入り。グリフィンが4イニングで降板した6日の DNA 戦、東京ドーム、では4番手として3イニングを投げ、 力のある直球を武器に2安打1失点と上場の投球を見せていた。安倍監督は、ある程度試合作れるんだって思わせてくれれば、緊急事態にも、先発に、入れる、と6日の投球を評価。開幕前には体勢の調整が間に合わなかった場合の代役守護神候補にも挙げられていた右腕に飛躍への大チャンスが訪れた。